アルセロール・ミッタルは2006年にオランダのミッタルスチールとルクセンブルクのアルセロールの経営統合によって誕生した世界最大の鉄鋼メーカーである年間速攻生産量で世界シェアの約5%を占める本社はルクセンブルクにある旧アルセロール本社に置かれている日本法人はアーセラー・ミトルジャパン株式会社ラクシュミー・ミッタルが CEO であるミッタル家は この会社における43.6%の株式を保有している。総株式数の50.6%は旧アルセロール株主であり、残りの49.4%は旧ミッタルの株主である。ミッタルスチール遠隔及びアルセロールも参照2006年6月、ミッタルとアルセロール両社が経営統合で合意、ステンレス工部門は2010年12月、 アペラム社として分社した。しかし、中国企業の構成やリーマンショックの影響による需要源から経営が悪化し、事業の縮小を進めざるを得なくなり、2008年12月にアメリカ合衆国、ニューヨーク州の旧ベスレヘムスチールやイリノイ州の旧リングテムコボートの製鉄所閉鎖を発表、加えてヨーロッパやアメリカで10万人近くの従業員の大幅な削減を行った。 2014年2月、新日鉄住金と共同で、ティッセンクルップのアメリカアラバマ州の製鉄所を買収、合弁事業を行うと発表、現在に至るまで世界各地の関連事業者の買収を続け、世界最大の鉄鋼生産量を維持している、研究開発拠点をルクセンブルク、フランス、ベルギー、スペイン、アメリカ合衆国、ブラジルの6カ国に持ち、 世界60カ国以上で事業を行っている。日本では日本法人アーセラーミトルジャパン株式会社が設立されており東京にオフィスを持つ。日本法人は自動車用鋼板に特化し事業を行っている日経産業新聞2019年7月8日12面掲載の世界シェア調査そこに掲載された世界鉄鋼協会の数値アルゼロールグリス2 ミッタルテイクオーバー。ニューヨークタイムズ。2017年3月25日閲覧。アーセラミトル2プロシードウィズスピン。オフオブステンレススチールビジネス。アッペラム。2017年3月25日閲覧。A グローバルスチール。ジャイアントスケールズバック。ニューヨークタイムズ。2017年3月25日閲覧。米国における。 アルセロール・ミッタル社との合弁事業の開始について、新日鉄住金2017年3月25日閲覧。Our History。アルセロール・ミッタル。2017年3月25日閲覧。インタラクティブマップ。アルセロール・ミッタル。2017年3月25日閲覧。Your Arcelor Mutter Automotive Contact in Asia。アルセロール・ミッタル。 2017年3月25日閲覧、ありがとうございます。